皆さんこんにちは、マンガよりビジです。では今回は提督の決断3パープキット PC 版、こちらをプレイしていきたいと思います。今回プレイしていくシナリオなんですが、パープキットの追加シナリオから珊瑚海海戦を日本軍を担当してプレイしていきたいと思います。難易度は普通で進めていきましょう。久しぶりなんでね、ちょっとプレイフィールも思い出しながらのプレイをしっかりやっていきます。まず司令長官なんですけども、ここはねやっぱり山本五十六さんにしておきましょう。まあ当時の連合艦隊司令長官でもあったので適任だと思います。そして珊瑚海海戦が行われた、まあその1942年、その時の参謀長宇垣まとめさんに国務を務めてもらいましょう。ではこれで始めていきます。戦況報告簡単に確認しましょう。珊瑚海海戦ですが、こちらはですね、ポートモレスビーの攻略作戦を軸とした空母対空母、まあ、つまり日本軍の海軍とアメリカ軍の海軍がぶつかった海戦になりますね。でこの珊瑚海海戦は史上初の空母対空母、まあ、つまりお互いの艦隊を視界に入れることなく空母の艦載機だけで戦った史上初の海戦と言われてるんですけども、僕も大好きな海戦で、ちょっと前まではですねミッドウェー海戦が一番好きだったんですけど、最近はですねいろいろ研究すればするほどこの珊瑚海海戦が面白くて好きになってます。なので今回はこの珊瑚海海戦しっかり勝ち切っていきたいと思います。各艦隊の編成なんかはこの後マップ画面で実際にご紹介していきたいと思いますので、まずはこのまま戦況を確認して、実際のプレイに入っていきたいと思います。はい、では実際のですねプレイのマップに移動してきました。今回の作戦海域珊瑚海はこちらになります。で展開している艦隊ですね、パッと見4つあるのが見て取れると思います。まず第2艦隊からご紹介しておきましょう。第2艦隊ですが、まあ、いわゆる第5航空艦隊、第5航空戦隊と言われた昇格随格が入っている艦隊ですね。随格がこちらです。艦載機84分の63ということで搭載しています。そして同型艦の昇格ですね、こちらは84分の54ということで合わせて100機強の艦載機、これが主力の部隊になります。これがどうでしょう、ガダルガナルの北方に今展開している状態ですね。そして第3艦隊です。ここに空母宝章がいるんですけども、こちらが軽空母という位置づけになっていて、艦載機数が30分の20ということで、まあ、昇格随格に比べるとだいぶ少ないのが見て取れると思います。で史実の珊瑚海海戦の中では残念ながらこちらの空母は撃沈されてしまったので、なんとか今回はねこの空母生存させてプレイできたらいいかなというふうに思っています。でその他まず第4艦隊ですね、こちらがですね陸戦隊を大量に要している、まあ、輸送船団と言っていいと思います。それに護衛がついているようなものです。そして最後こちら第6艦隊が潜水艦隊ですね。それぞれ指示を出していきたいと思います。まず潜水艦隊ですけども、南の方に行ってですね敵の空母発見に努めてもらいたいと思います。ここではレキシントンとヨークタウンが出てくるはずなので、それらをいかに早く発見できるかっていうのがね、大きなポイントになってくるかなと思います。第4艦隊についてはこのままポートモレスビーに突入してもらいましょう。で第3艦隊、そして第2艦隊空母機動部隊ですね、これらはかなり危険を伴うので、あえてタウンスビルやポートダーウィンの敵基地攻撃機のレンジ外に離れてポートモレスビーに攻撃を仕掛ける、まあ、そういう作戦を取りたいので、ラバウル近辺に退避させたいと思います。第3艦隊はまずはちょっと北に移動して、まずは敵基地の攻撃隊の攻撃を食らわないようにしていきましょう。同じことは第2艦隊にも言えます。敵のね攻撃を食らわない位置へと一旦退避しましょう。
で直面器なんですが 50%、 これこのまま維持します。で今回の作戦の一番の肝なんですけども、ポートモレスビーの周りには日本軍の拠点としてラエ、ウエワ、ラバウルと3つの基地があるので、これらの3つの基地からまずはですね航空隊を出したいと思います。なので各基地の直縁機の数は半分、 50% からさらに半分にして 25% にします。で任務は敵基地攻撃、対象はポートモレスビー、これ他の3つの基地にも同じことをしておきます。司令官がいないところは適当に司令官当てがいましょう。基地司令官は少々クラスですかね。任命をしておきます。まあ、どうせだったら航空戦に強い人をここは指名してあげたい方というところですよね。基地航空隊で攻撃していきますからね。そしたらまずは有馬さん、予備役なので、ここしっかり任務果たしてもらいたいと思います。で続いてラエです。ラエも直縁の数を減らして任務敵基地攻撃ポートモレスビーにします。同じことを上枠でもやりましょう。直縁の数を減らして敵基地攻撃に部隊を割きます。ここ司令官いませんので、また司令官、航空戦に強い司令官誰か探して入れていきましょうか。マグモさん、まあ、航空戦に強いっていうイメージあんまりないですよね、マグモさんはね。角田さん強いですね。これでじゃあ作戦を開始していきたいと思います。作戦開始です。では潜水艦隊、第6艦隊今ここにいるんですけども、もうちょっと進路をマップでいう左寄りに変えたいと思います。今敵がどこにいるか分かっていない状態なんですけど、敵の空母の位置を捜索するにあたって、まあ、当たりをつけていくと、まあ、そういうところですね。速度も高速に変えます。できれば敵の空母を早々に発見して仕留めたいですよね。ここには空母レキシントンとヨークタウンが潜んでいる、まあ、そういう想定です。はい、輸送船を要する第4艦隊にアメリカ軍の航空隊が迫ってきているという内容です。これはなんとか逃げ切ってほしいかな。まあ、逃亡を行いましょう。さあラエの航空隊がポートモレスビーに攻撃を仕掛けていきます。まあ、ここは敵の戦闘機ブーメランと、まあ、スピードファイヤーなんかもいると思うんですけども、これらを撃墜しながらですね、しっかり湾口施設、航空基地、そして司令部叩いていきたいと思います。敵の直縁機10機撃墜していますが、攻撃機も11機喪失してますね。ではアメリカ軍の艦隊ですね、駆逐艦が残っているものあるので、これに軽空母から攻撃隊出していきましょう。まあ、あまり数は多くないんですけども、敵も残り潜水艦2隻、駆逐艦2隻だけという、まあ、そういう戦力比になってますので、なんとかで決着できたらいいかなというふうに思っています。敵の駆逐艦を追っていきます。これで攻撃ですね。まあ、これでアメリカ軍の第4艦隊かな、あの全く空母とかがいるものではないんですけど、完全に壊滅させることができたらいいかなというところですね。今のところまだね、味方の空母は、健在、残っている、頑張っている、まあ、そういう状態ですからね。
では攻撃仕掛けます。はい、残念ながら一石しか撃沈できませんでしたが、まあもうこの第4艦隊は事実上無力化できたと思います。残っている敵の空母、これがまだ発見できてないので空母の捜索を急ぎましょう。さあ第4艦隊はポートモレスビーに突入できましたので、ポートモレスビーに攻撃戦を仕掛けていきましょう。まあ、第4艦隊はどちらかというと、まあ、犠牲になってもいいかなという艦隊ではあるんですが、まあ残れるに越したことはない、まあ、しっかり残れるように頑張っていきます。では波状攻撃仕掛けていきます。今度は上枠の基地航空隊ですね。で敵の直縁の様子があるので、まあ、これを回避しつつですね、今度は敵基地の航空基地ですね、飛行場の破壊に入っていきたいかなと思います。飛行場を破壊できればね、敵の直縁が上がってくるなんていうこともなくなりますからね。これを最優先していきましょう。敵はブーメランと、あとスピットファイアが中心のようです。なので敵の直縁を振り切ってどんどん進んでいっちゃいましょう。で次のターンぐらいまで待ってみて、敵空母の様子がなければですね、昇格追突の艦載機もこのポートモレスビーの空爆に参加してもらおうかなと思います。はい、敵の飛行場破壊完了しました。第4艦隊の攻撃ですね、決死の、突入戦によって敵の飛行場を破壊してます。これでポートモレスビーの航空基地の戦力は無力化できたので、いよいよ敵の空母の捜索、これを行っていきます。続いてラバウルの基地航空隊140機、これがポートモレスビーに攻撃仕掛けます。もう特に敵の迎撃機も上がってきませんので、このままお任せしちゃいます。司令部を破壊できれば、あるいはね、部隊を投入するタイミングもやってこようかなと思います。続いて昇格随格からの攻撃機です。波状攻撃中です。もう先ほどから攻撃を繰り返したことによって敵の飛行場はなくなってますからね。味方の航空機が一方的に敵を蹂躙できる、まあ、そういう状況です。続いてラバウルの基地航空隊140機、これを使ってポートモレスビーに再び爆撃を行っています。もう基地の司令部に直接爆撃している状態ですね。さあ敵の艦隊発見しました。ここにいるのが何かちょっとわからないんですよね。ただこれ空母の可能性十分にあると思うので、いよいよ全機出撃して空母戦挑んでいきましょう。空母がいれば空母これ最優先で仕留めたいですよね。空母がいた、この空母撃沈したいな。邪魔な直縁機がいるので、この直縁機をまずは振り落とさないといけないですね。ワイルドキャットが15ですね。
かり攻撃を当てて数を減らしていきましょう。ここもワイルドキャットをまずは狙っていきます。せっかくようやくにも見つけた空母ですからね、絶対に取り逃したくないですよね。ようやくワイルドキャット直撃落としました。これで直接攻撃できますね、空母に。空母に直接攻撃してヨークタウン、これに攻撃を加えています。できればここでヨークタウンは完全撃沈しておきたいですよね。史実ではこの3号海海戦でヨークタウン完全に撃沈できなかったことによって、まあ、残念ながらこの後のミッドウェー海戦でヨークタウンが復活登場して日本海軍の敗れる一因にもなりましたからね。ここはなんとしてもヨークタウンを沈めておきたいところですよね。ヨークタウン耐久度残り3、惜しいな。あと1本のところでヨークタウン取り逃してます。ただヨークタウンのいる場所分かりましたからね、ここにしっかり潜水艦を貼り付けさせましょう。さらに前の航空隊がヨークタウンに攻撃しかけますね。ここはヨークタウン確実に撃沈しておきたいかなと思います。ヨークタウン直接攻撃できなかったんですけど、誘爆が何かで撃沈されてますね。これでまずは空母2隻のうち1隻を撃沈しています。撃沈ともどっかにいるはずですね。続いてラバウルの航空隊140機。ラバウルは本当に航空機数豊富で助かりますね。これでポートモレスビーに攻撃しておきます。レキシントンがいた可能性のある艦隊、これロストしてます、見失ってます。どこにいるかしっかり確認していきます。ではポートモレスビーに対してラバウルの航空隊ですね、これが最後攻撃を仕掛けて敵の守備隊を全滅させています。ポートブレスビー占領です。まあ、残念ながらレキシントンを発見撃沈することはできませんでしたが、ポートモレスビーを占領、さらに空母レキシントンも撃沈すること、ヨークタウンも撃沈することができたので、まあ、久しぶりのプレーとしては上々かなというふうに思いますね。ここはですね、まだまだプレイしていないシナリオもいっぱいある提督の決断3パープキットなので、今後も精一杯プレイの方していきたいと思います。では今回はここまでさせていただいて、次回また違うプレイをしていきたいと思います。